えて痩せる無添加食材トップ3をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこの無添加食材で痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。まず1つ目、この食材を召し上がっていただきますとあなたの腸内環境が整います。これすっごく大事なんですよ。痩せるためには根本的に痩せ体質へとなる必要があるんですよね。痩せ体質ではないままどんなにダイエット取り組んだとしてもその先には必ずリバウンドが待ってます。なので大前提として健康的で綺麗に痩せるためにはまずあなたの腸内環境が整っていますかということがねとっても大切なんですね。そのためには腸内環境を整える食材お食事を取る必要があるんです。その食材が今回お伝えする食材になりますからぜひ楽しみにご覧くださいね。そして2つ目です。無添加であること、ここもすっごくねポイントになります。もしダイエットに成功したいって心から願っていらっしゃるようであれば無添加です。もう添加物たっぷりのものを召し上がっていてはいつまでたっても痩せることは、ね、できないからなんですね。でこの無添加というのはどういうことかと言いますと、例えば化学調味料であったり香料、人工甘味料、合成着色料などなど余計なものが添加されていないものがとても大切になるんですね。そうすることであなたの腸が疲れないんです。こういったものを逆に取ってしまっている方というのは腸にとってもね蓋をかけてる、もう働かせすぎですよね。もう腸がですね言うんですよ、もうまたって、またこんなの入ってきた、もう分解するのに大変なんですけどって、消化吸収もこれ以上できませんよ私ってね、もう言われるわけですよ。言ってるんです、あなたの腸が。ですからそれ以上負担をかけないようにしてあげる必要があるんですよね。そうすれば腸が元気になってよく働いてくれて、任せてってあなたはもうすぐにね痩せ体質へと導いてあげますよってね言ってくれるんですよ。これ本当なんです。それぐらい大事ですから、やはり腸が元気になってくれないと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがね元気にまず増えない、働かないってすぐいなくなるっていう、このねもうワースト3になってしまわれるとまずいわけです。ダイエットに成功することができません。なのでとにかくこのポイントが抑えてクリアできる食材を選ぶ必要があるんです。では2つ目の項目です。何をということで、では実際に今お伝えした痩せるポイントを選ぶときにじゃあどんなことに気をつけたら選べるように選べる力が身につくんですかっていう、その具体的なところって知る必要がありますよね。その項目を一つずつあなたにお伝えしてまいりますので、ぜひ覚えてくださいね。あなたが今後食材を買うときはしっかりと原材料名をチェックしていただいて、あ、これすみか先生がダメって言ってた、太るって言ってたなっていうのをですね分かるようになりますから、一つずつ押さえていきましょうね。まずは化学調味料が入っていないものを選びましょう。でわざわざ化学調味料入ってますよってね書いてないですよ。そんなこと書いたら誰も買ってくれませんからね、書いてない、そこが落とし穴なんです。なのであなたが賢くなる必要があるんです。では何て書いてあるかと言いますと、調味料かっこアミノ酸など、まあ、こう書いてあるのが実は化学調味料なんです。グルタミン酸ナトリウムのことなんですよね。もうほとんどね残念ながらもうこれたくさん入ってます、いろんなものに。ですから、あ、これが入ってるって、特にこれが原材料名の最初の方に来てたら危険ですよ。それだけたっぷり入ってる証拠です。原材料名はその商品を作る過程でその量が多い順番に書きなさいってね法律で決まってるんですよね。なので一番最初にこんなものが来てたらこれでほとんどできてる証拠ですから気をつけないといけません。そして腸や肝臓などに結果負担をかけてしまうので太ってしまうんですよね。
腸や肝臓が働かないっていうことは、あなた の、 その痩せホルモンを作るその材料栄養素が吸収できないわけですから、非常に良くないということになるんですよね。そしてまたもう何よりも病気疾患の原因となりますから、まずは化学調味料が無添加のものを選びましょう。具体的には調味料括弧アミノ酸などと書いてあるものです。はい、では次は人工甘味料が入っていないものですね。例えば糖質ゼロノンシュガーと書いてあるようなものが、実は人工甘味料が含まれている可能性がもうほぼほぼ高いということになります。甘いのにカロリーがないんです。これは自然のものではありえないんですよね。例えば脳がですねすぐ分かるんです、あれって。例えば今あなたがノンカロリーのドリンクを飲んだ、ノンシュガーのお菓子を食べたっていう時にですね、甘いよねって、甘いのになんでカロリー取れないのってね、脳が言うんですよ。おかしいって。これは命の危険に関わる、ちゃんと熱量取らなくちゃ、さあ甘いものをどんどん食べなさいよってね、あなたに指令を出すんですよ。そこが太る原因なんです。なのであなたはもうたった今甘いノンシュガーの食べ物飲み物を飲んだのにもかかわらず、ちょっとしたらもう甘いものが食べたくなっちゃう、そしてついつい手が出てやめられない、止まらない、結果どんどん体重が増えるっていう、その負のスパイラルへとなるきっかけがこういった人工甘味料なわけです。ますます甘いものが食べたくなっちゃうんですよね。過去の私もそうです。知らずに取ってました、いいよねってこれ糖質オフだよねっていうことでね、もう全然逆でしたよね。そういったことをならないためにも、あなたも同じように気をつけていただく必要があるんです。ではここから実際にその人工甘味料ってどんな形で書いてあるのかっていう、その具体的なですねものをお伝えしていきますね。かなりありますから、もうざっとお伝えしていきたいと思います。まず合成甘味料です。アスパルテーム、アセスルファム K、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどと書いてあるものは控えましょう。そして次は糖アルコールと呼ばれるものですね。キシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールという部類になります。こちらも控えた方が良いです。はい、そしてその他に分類されるものとしましては、加糖ブドウ糖、液糖、加糖液糖、異性加糖ということで、こちらも気をつけた方が良い甘味料になります。そして最後になりますけれども、特に気をつけていただきたいのがこちら、トランス脂肪酸が入っていないものを選んでいただきたいんです。なぜかというと、別名食べるプラスチックなんて呼ばれているくらい、とにかくお体にとって良くないんですね。このようなものが入っているものを召し上がってしまいますと、お体が壊れてしまいますから気をつけてくださいね。もちろん太る原因にもなります。例えばトランス脂肪酸が入ってますよなんて一言も書いてないんですね。ではなんて書いてあるかと言いますと、こういったトランス脂肪酸を含んでいるもの、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂などと書いてあるものはこちらが含まれておりますので、気をつけていただきたいと思います。ではいよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回は無添加の食材トップ3ということで、イオントップバリューさんで選んできました。ではランキング形式でお伝えしていきますね。第3位はこちらです。トップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックのカットトマト缶になります。トマトってすごくダイエット効果があるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。もうあなたの脂肪を燃焼してくれる効果があります。そしてむくみ改善、カリウムが入っておりますから見た目もすっきりすることができる。そして栄養価が高いですね。ビタミン C、 リコピンであったり、ベータカロテン、ビタミン E ということで、脂肪燃焼効果を促進してくれる必要な栄養素やビタミンなどがたっぷり含まれているのがこのトマトになるんですね。でよくカットトマト、ホールトマト缶っていろんな業者さんが出していらっしゃると思うんですけれども、この違いは原材料名見ていただくと、有機トマトなんです。有機栽培で作られたトマトを作っ
使ってですね、このトマト缶作ってくださってるんですよね。なので安心安全ジャスマークがついています。で、私はこのカットトマトを使ってもうお野菜たっぷりのスープを作ったりとか、そこにチキンを入れてチキンのトマト煮とかですね、もうありとあらゆる場面で活躍しているこのカットトマトの缶になる、ホール缶がお好きな方はホールでもいいと思うんですけれども、カットトマト缶を選んだ理由は私があのすぐに使いやすいっていう、ね、理由で選んだんですけれども、もちろんあのホールトマトも有機栽培のトマトで、あのこの隣にですねちゃんと商品として並んでいたので、あなたのお好みでカットでも良いですし、ホールでもどちらでも良いので、日々の腸活ダイエットの食材選びとしてこちらを選んでいただきたいなと思って、今回第3位に選びました。では第2位はこちらです。トップバリューグリーンアイのオーガニックアマニオイルになります。こちらは有機認定農場で栽培したアマニの種子を低温圧搾法で作ってくださった風味豊かなオイル、オメガ3が入っておりますということで、この JAS マークが入っているこのアマニオになるんですね。で、こちらコスパもねいいですよ、おすすめです。で、アマニオイルがなぜダイエット腸活に良いのかっていう、その理由は腸内環境を整える効果が高いオイルだからなんですよね。まずその炎症してしまったその腸壁、腸の炎症をですね沈めてくれて、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですね増えてくれる環境を作ってくれるオイルがアマニオイルになります。で、またポリフェノールを含んでいて、そのポリフェノールの一種のリグナンというものが、実は私たち女性にとってはとっても嬉しい女性ホルモン、エストロゲンのその働きをですねサポートしてくれるんですね。で、このエストロゲンは脂肪燃焼効果であったり、脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また悪玉コレステロールを抑えてくれたり、もうこんなにもいい働きをいっぱいしてくれてるホルモンになるんですよね。そのホルモンがやはりうまく働いてくれないと太るわけです。そこをサポートしてくれるオイルというのがこのアマニオイルになるんです。そこで痩せるためのこのアマニオイルを選ぶその取り方、注意点を追加でお伝えしたいと思います。こちらです。アマニオイルはですね、熱や光に非常に弱くて酸化しやすいオイルなので、開封後はもう約3ヶ月以内にはね使い切っていただきたいオイルになります。気をつけましょうね。酸化すると逆効果なので気をつけましょう。そして低温圧搾法で作っていますよというオイルを選んでくださいね。違う方法のオイルもありますから気をつけましょう。ダイエット向きなのはこの方法になります。そして遮光性のガラス瓶に入っているオイル、こちらもそうなんですけれども、例えば透明のプラスチックに入っているようなものはダメです。傷みやすい、酸化しやすいですし、その遮光性じゃないとですねこちらに傾いてしまいますから気をつけていただきたいなと思います。そして最後注意点なんですけども、取り方のですね、1日あたり大さじ1杯程度で十分効果があります。もういくら体に良いですねオメガ3が含まれている良質のオイルだからといっても、オイルですから取りすぎてしまってはカロリーオーバーなので気をつけてくださいね。で、私はこのオイルどうやって使っているかと言いますと、加熱用じゃないです。なので調理用ではないですね。どちらかというとそのままかけるとか混ぜるとか、そういった時に使えるオイルになります。で、私が一押しなのは、私も取り組んでいるんですけれども、毎朝納豆にですねこのオイルをちょい足しして食べています。ものすごくね美味しいんですよ。このオイルを入れていただいて、例えば塩麹とかキムチ、無添加のキムチとかですねお入れいただくととってもいいです。なのでこのオイルはだいたい大さじ1杯を目安に、毎日上手に何かに振りかける、何かに混ぜるで大丈夫ですから、このオイルで健康的で綺麗に痩せるサポートをお手伝いしてもらえたらなと思います。では堂々の第1位はこちらです。グリーンアイのオーガニックレモン果汁になります。こちらはイタリアシチリア島産の有機レモン 100% のストレート果汁で 200ml 入ってます。で、こちら実はもう一つ大きいサイズもあったんですけれども、今回はたまたま 200ml が
あったのでこちらをご紹介しています。果汁 100% JAS マーク、JAS マーク認定の商品になるんですね。でこちら原材料名はもちろん有機レモンのみですよ。香料などやそういった余計な添加物が入っていないストレート果汁になります。これ私すごく気に入ってまして、もういろんな時に使うんですけど、もちろんドレッシングを作る時とかもそうですし、普通にですねレモン白湯ですね、お湯とこのレモン果汁を割ってもう朝一番飲むことも多いんですけれども、もうすごく体がポッカポカして体温が上がって、うわー代謝上がってるなーってすごく思うんですね。でまた内臓がこうカッカカッカこう温かくなることで、こうは燃えやすい体になってるなってすごく感じます。あなたも感じることができると思うんですよ。でちょっとね汗ばむ時もあるぐらいすごくあのダイエット効果が高い白湯を作ることもできますのでおすすめです。でこのレモンは実はですね、脂肪を吸収する力がある、まあ、脂肪吸収をこう抑えてくれるですね力があるんですよね。あのフィトケミカルという作用が働いてあなたの脂肪の吸収をこう抑えてくれます。でまたクエン酸ですね、こう酸っぱいものって、まあ、酸性、ね、なんですけども、このクエン酸効果があることで体内に入るとあなたのお体を弱アルカリ性へと導いてくれるきっかけになります。そうすることであなたの内臓、もちろん腸もそうですよね、が元気に動いてくれて、なんて言うんでしょうね、例えば、まあ、内臓たちからしてみるとこう栄養ドリンクもらったみたいなね、やったーって生き返りました、働きますってなるわけですよね。スイッチオフがオンになるってそんな感じでしょうか。なのでそうするとあなたの臓器の機能、まあ、体の体内の機能がですね、もう一番うまく働くこの弱アルカリ性へと変わりますから、そういった点でも丸になるんですよね。でもちろん、まあ、レモンといえばビタミン C が豊富ですから、例えばもしあなたがストレスがものすごく溜まっていて、もう暴飲暴食っていう時はやはりビタミン C が足りていない状態になっておりますから、こういったレモン果汁で補うのも丸ですし、またカリウムも入ってますから、むくみ改善の効果もあります。しっかり見た目もキュッとね絞っていっていただければなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はイオンさんで選びました無添加の痩せる食材トップ3ということであなたにお伝えしてまいりました。ぜひこのような腸活の食材を取り入れていただいて、健康的で綺麗に痩せていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。